ークリングで改造されたこいつの体、手や足なんかをいくらぶっ壊しても簡単に再生しちまう。胴体に大技を当ててやりたいところだが、正面からじゃ吸収されるリスクが高い。どうすっかな。くそ、術が使えねえんじゃ決め手にかけるってわさ。俺らでなんとか隙を作って加勢するしかねえ。バカが。あ？余計なこと考えてんじゃねえぞ。てめえビビってる場合じゃねえだろ。トカゲは俺らに手を出すなと言った。その意味が分かんねえのか。全力を出すのも俺らが邪魔だからだ。でも父ちゃんは防戦一方だってばさ。協力して敵の注意を分散させた方が戦いやすいだろう。おめでたい野郎だな。今戦いをリードしてんのはホカゲの方なの。まるで踊るみてえにな。俺たちのところへ攻撃が飛んでこねえようにデルタを誘導しつつ立ち回ってる。術を打ち込むチャンスを伺いながらな。要するにそれをするだけの余裕があるってことだ。つまりホカゲの実力はデルタを上回っている。このまま順当にいけばホカゲが勝つ。余計な邪魔が入らなければな。